ハロー、大家好。司会の畑野由衣です。前回はシェンクやファンシャンについてちょっとだけ紹介しました。今回はジョブについて紹介したいと思います。ジョブには強占士、魔導士、大祭司という3種類があります。どのジョブがあなたに合ってるでしょうか。続きを見てみましょう。i120 のモバイルゲームシェングエ・ファーシャンはスチームパンクを背景にしたアクション RPG です。直感的で爽快な戦闘画面がユーザーから注目されています。このゲームには強占士、魔導士、大祭司という3大職業があり、それぞれに特徴があります。まず強占士、寒い大陸の北方からやってきました。とても力が強い凶暴な民族です。両手に斧を持ち、戦いの時には両目が赤く光り、たとえ全身の最後の一滴まで血が流れようとも敵を切りまくります。伝説の中の最も恐ろしい強戦士。魔導士、平凡だった人類が大自然から選ばれて魔法の才能を手に入れました。長期にわたる修練と研究の結果、人類はついに強大な自然エレメントを操り、それらを魔法の力に転換することができるようになりました。そしてこの自然の力により精通した人たちが魔導士と呼ばれるようになったのです。大祭司、森の中で生活し命を大切にする妖精たちは神聖な力によって仲間たちを治癒する能力に優れています。また聖なる光を使って敵を撃退することもできます。妖精の貢献に感謝するため、女王は妖精に大祭司という尊称を与え、王室の一部の権力を与えました。このゲーム本当に面白いですよ。私は魔導士の職業を選びました。さあ皆さんも一緒に遊びましょう。